化粧水とは、皮膚を保湿し、整え、滑らかにする機能を持つ、透明液状を呈した化粧品である。水分や保湿成分を補給する。洗顔料の後に使用し、美容液の前に使用する。ローション、トナー、トニック等と呼ばれることもある。元来は、化粧に使う、水のことを指し、日本で化粧水が浸透し始めた江戸時代には、 基礎化粧品としてではなく、メイキャップ化粧品の一つである化粧下地、おしろいの時蜜として使われた。日本国内では化粧水と乳液を同時に使用することが一般的であるが、欧米では日本の化粧水にあたるものを使用しないことが多く、日本以外の化粧品メーカーの中には、化粧水を主に日本向けとしてラインナップしているメーカーもある。例外的な使用法として、 粘土の調整や使用しやすさを向上させる目的で、ファンデーションやお白いに化粧水を加えることもある。日本では、薬規法で決められた有効成分を含有していれば、また、直すといった同法の違反にあたる表現を使用しなければ、同法が許す。表現の制限範囲の中で効能を表示することができる。化粧水は一般的には、 各質層に対する十分な水分補給と保湿を目的とする柔軟化粧水と修練やメイクアップ前の化粧崩れの抑制を目的とする修練化粧水に対別される。柔軟化粧水や修練化粧水とは別に洗浄化粧水を別のグループで分類することもある。公正競争規約により種類については化粧水と表示されておりスキンローション、柔軟化粧水、 中電化粧水とは表示されない。ローションは化粧水の英語訳に当たる。ただし、乳液など化粧水に区分しないものも指すことがある。また講義では、オーデコロン、ヘアトニックなどのアルコール製の液状化粧品全般を指す。中には、アルコール類を含まなくても、ローションと称する製品もある。現代商品大辞典新商品版東洋経済、新講社、 1986年、610ページ。ABCD イ田スを鈴木一世、コスメティック級 &A 時点。化粧品のすべてがわかる中央書院。2011年、全面改訂最新版。42から45ページ。ISBN 978から4から885140433。イ88田スを鈴木一世、コスメティック級 &A 時点。 化粧品のすべてがわかる中央書院、2011年、全面改訂最新版、14から15ページ。ISBN 978から4から885140433。AB 西山ジク熊野カマル化粧品講座第3号基礎化粧品と、皮膚式材協会士。化粧水日本化粧品技術社会、化粧品の表示に関する構成競争規約別表。 一化粧品構成取引協議会 http コロンスラッシュスラッシュ www.cftc.jp スラッシュ k i y a k u スラッシュ k i y a k u 0 2 1 html 2018年12月10日閲覧ありがとうございます